SBI インシュアランスグループ株式会社は SBI ホールディングス株式会社の子会社にして SBI グループの保険事業を統括する保険持ち株会社2012年に日本震災パートナーズ2013年に生き生き世代株式会社2015年に PCA 生命保険株式会社2016年に日本小学短期保険株式会社が SBI グループの一員となった。SBI ホールディングスでは2006年にアイオイ損害保険株式会社との合弁会社として設立された SBI 損害保険株式会社と SBI、超短保険ホールディングス株式会社を加えた計6社の経営管理機能の集約などを目的として SBI グループにおける保険事業を統括する保険持ち株会社を設立し、 上記録者を再編する準備が進められていた。そして、2017年3月に金融庁から保険持ち株会社設立の認可等を受けたことから、同年3月31日付で SBI インシュアランスグループとして営業を開始した。ビジネスコンティニューティプランの略称で事業継続計画の意、e。AB、保険持ち株会社の営業開始並びに子会社の 代表者の移動に関するお知らせ SBI ホールディングス株式会社2017年12月21日閲覧東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ SBI インシュアランスグループ株式会社2018年10月1日閲覧ドックエレメント社への出資に関する基本合意書の締結について SBI インシュアランスグループ株式会社。2018年10月4日閲覧。当社市会社における自動車保険契約の取扱いの一部移管に関するお知らせ。SBI インシュアランスグループ株式会社。2019年1月3日閲覧。当社市会社による株式取得に関するお知らせ。SBI インシュアランスグループ株式会社。 2019年4月1日閲覧。当社市会社による日本アニマルクラブ株式会社の株式取得完了に関するお知らせ。SBI インシュアランスグループ株式会社。2019年7月1日閲覧。株式会社交通信との資本業務提携及び第三者割り当てによる普通株式の発行に関するお知らせ。SBI インシュアランスグループ株式会社。 2019年12月30日閲覧 SBI インシュアランスグループ子会社の協業により BCP を強化 SBI 日本商単大阪本社内に SBI 生命を大阪ビジネスセンターを開設 SBI インシュアランスグループ2020年5月20日閲覧当社市会社による上口セーフティ小学短期保険株式会社の株式取得に関する お知らせ。SBI インシュアランスグループ。2020年6月19日閲覧。SBI インシュアランスグループ7326。上口セーフティ小学短期保険を子会社化。M&A オンライン。2020年6月20日閲覧。当社市会社の称号変更のお知らせ。SBI インシュアランスグループ。2020年7月1日閲覧。当社市会社による。 上口セーフティ小学短期保険株式会社の株式取得完了に関するお知らせ SBI インシュアランスグループ2020年10月1日閲覧 SBI インシュアランスグループ株式会社ありがとうございます